こんにちは、ヨシです。今日は、ゲリラグループという、台湾のブランドを紹介したいと思います。以前から気になってはいたんですが、購入したことがなかったので、パンツを購入したので今回レビューをしてみたいと思います。ゲリラグループというブランドは、2013年に、アートディレクションをやっている方と、フォトグラファーと、音楽担当ミュージシャンなのかな、音楽の担当の人と、ビデオグラファーかなと、あとウェブ担当の5人のデザインユニットから始まったブランドです。 SF のようなモチーフと、あと機能性をもたらすという世界観を、組み合わせて、さらに軍物のディテールを日常着にというテーマでやっているブランドになります。台湾のブランドなんですが、ブランドの旗艦店っていうのは存在していないようで、以前僕が台湾に行った時にちょっと探してみたんですが、台北では扱ってる店舗はあるようなんですけども、その時2年ぐらい前かなは、見つけれなくて、で僕は行くことができなかったんですけど、実店舗はまだないようです。セレクトショップでの扱いがメインになっているようで、アメリカとカナダとイタリアとドイツとイギリスで、あとドバイ、韓国、中国、台湾っていう9カ国で扱ってるセレクトショップがあります。一番近いと韓国なのかな、韓国の、ハイドストアっていうところと、あと台湾だ と、ヒストショップだったかなっていうところに扱いがあるようです。以前僕が韓国行った時にハイドストアっていうところ行きたかったんですけど、ちょっと地図が分かりづらくて、僕は行くことがちょっと時間もなかったので行くことができなかったんですが、日本にはまだ入ってきてないブランドになります。何アイテムか入れたことのあるショップはあるんですけど、継続的に扱っているというお店は今のところないので、今回、外人の方が、ゲリラグループの、レビューをしているのは見たことあったんですけども、国内でレビューしている方が今のところ僕は見つけれなかったので、ちょっとレビューをしてみたいと思います。で、今回僕はパンツを購入したんですが、ショッパーというかこう袋はこういうものに入って届きます。こういうパウチみたいなやつですね。でこちらに見えるかな、吉富重工って書いてあるのかな、多分この富っていう字が多分難しい方になってるだけで吉富重工って読むんだと思うんですけど、でこっちにゲリラグループっていう風に書いてあります。東亜重工とかの流れかなっていう風に思ってます。で今回はパンツなんですけど、ゲリラグループ独自で開発している素材でエコヤと言っているものがあるんですが、それがコットンのような、見た目というか手触りなんですけども、撥水性のあるものになるようなので、それをちょっと防水がどんなもんかっていうのもちょっとチェックしながら見ていきたいと思います。バルーン型のシルエットのパンツになります。裾はベルクロがついてます。ここでかなりギュッと絞ることが可能でして、タックがついていまして、で、ちょっとこれ説明が難しいんですけど、ちょっとカッティングというかパターンが左右若干非対称になっています。でポケットが、両サイドにあって、後ろ側はですね、後ろ側はこういう感じになってます。で、ポケットが途中まで縫われていて、ちょっとこうプラッとした感じのポケットが2つついています。後ろにもちょっとこうタックみたいな感じが入っていて、全体的なシルエットはこうボンタンに近い、ボンタンって伝わりますかね、僕兄貴がヤンキーだったんでボンタンでなんとなく分かるんですけど、こうボンタンってなんか学生服のなんかヤンキーみたいな人が履いてたかなり昔なんですけどやつで、なんか
こう太いところから急にこう細くなるようなシルエットなんですよね。なんかそういう形なのでちょっと履いてみたいと思います。渡りのところがかなり大きく作られています、ポケットにいろいろ荷物を入れても目立ちにくい作りかなと思います。サイド の, あのタックの感じとか、竹感とかも程よくて結構使えるパンツだと思います。竹感は、僕身長176センチぐらいなんですが、だいたい M サイズで8分から9分ぐらいのこのぐらいの丈になってきます。裾を今からちょっとベルクロでバシッとこう縛ってみるとかなりテーパードがきつくなります。ブーツインもしやすくなると思いますし、シルエットがだいぶメリハリがつくのでアウターとか重いものを着てもだいぶ足元で抜けが出せるのかなと思います。横から見たシルエットも、バルーンっぽいところから急激なテーパードがかかっていて面白いかなと思っています。バックシルエットなんかはちょっとサルエルに近いですね。ジョジョティのプリントがかなり効いてて、まああんま関係ないですけど、で股下かなりバーっとこう幅があるんでちょっと忍者っぽい感じの雰囲気も出せると思います。あとサイドの、ポケットが結構変わっていて、ここに小さなポケットが内側に一つあって、ここがメインポケットですね。このこっち側がメインで、ここにジップのついたポケットがさらにあります。ちょっと狭いんでスマホとかは入るかな、小さいスマホなら入るかもしれないですね。一番大きいのはこの中央のポケットで、手前のポケットとこっちのジップのポケットはちょっと狭めになってますけども、ジップ付きのポケットがあるのは結構ポイントだと思います。大事なものを入れられるので、上から見てもかなりこうタックが大胆に入っているのでデザインポイントになるのかなと思います。では、ビニールシートの上でエコヤとやらの耐水をチェックしたいと思います。触った感じとか見た目は本当にコットンと変わらない柔らかさなので本当に弾くかどうか疑問なんですが、いきまーす。おおー、すごい。あ、これ結構すごいですね。かなり弾いてます。こんな感じで弾いてくれるんで、雨の日も平気なんじゃないでしょうか。あ、すごい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 。やっぱ水があったところは若干しっとりはしてますけど、生地の内部まではいってないんじゃないかなと思います。まあ大雨に当たり続けたらダメだと思いますけど、結構いい感じに弾いてたんで、これは意外と思ったよりも弾いてました。はい、いかがだったでしょうか。本日は、ギラグループのパンツについてレビューさせていただきました。彼らが開発したエコヤという素材が、どういうものかっていうのは僕もあんまりよく分かってないんですが、実験してみたら、やっぱり結構水を弾く機能がありまして、履いてみた感じだと綿のパンツとあんまり変わらないぐらい柔らかさがあるので、シャカシャカは全然してないですね。結構いい感じだと思うんですけど、多分アウターとかにまんま使ったらちょっと弱いかなっていう感じはしますけど、なんか彼らの解釈のゴアテックス的なものなんだと思います。貼り合わせで作ってるっぽいので、で、まあ、ちょっと全然関係ないんですけど、今日着てる T シャツちょっとこの辺よれてるんでちょっとあれなんですけど、ジョジョ展行ってきまして、荒木先生のジョジョ展、原画展に行ってきまして、そのグッズなんですよ。東京って書いてある、東京会場だからなんだと思うんですけど、すごいプリントも気に入ってて感動して買ったんですけど、一回洗濯したらもうこんな感じになっちゃって結構ショックですね。なんかもう3000円だったんですけど、倍してもいいからちょっと伸びにくいやつ作ってほしいなと思って、すごいプリントもかっこいいのにこのボディがちょっと残念です。ちょっと余談ですが、あとちょっとお知らせなんですけれども、僕が、ブランドを立ち上げることになりました。
もう作ってるものが1枚あるんですけど、 T シャツを今作っています。で、あのパタンナーの方とかいろいろ周りの友達とかに協力してもらって、まずは作らせてもらったので、次回は、その動画をその動画だけ載っけたいと思います。1分ぐらいのものなんですけども、それをちょっと載っけたいと思います。僕がリメイクしたパンツとかも映像の中に映ってくるんですけど、これから洋服すごい僕好きなんで、やっぱり、これからブランドを少しずつやっていきたいと思いますので、その宣伝も込めて、やらせていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と、高評価をよろしくお願いいたします。失礼いたします。